皆さんこんにちは、四日市町の元気森友博です。私は1978年生まれの39歳です。3人の息子を持つ父親でもあります。昨年イクボス宣言を行いました。お父さんお母さんみんなが子育てに関わっていける、そんな四日市にしていきたいと思っています。4月には私自身も育休を取得しました。子どもの面倒、そして家族に初めて手作りの料理も作りました。これから一旦とともに子育て頑張っていきます。四日市の元気印、市長が行く。人口31万人都市の三重県四日市市。この町には数えきれないほどの魅力と可能性があります。この番組は市長自らが体験や見学を通して、今の町の姿、これから向かおうとしている四日市の姿をリポートしようという番組です。今回のテーマは子育て。一日に平均して100人が利用しているという施設を森市長が訪ねました。ここは四日市市東新町にある教北交流会館です。小学校の統合に伴い使われなくなった校舎を活用し、この交流会館が完成したのは2017年4月のことです。四日市市が管理する複合施設で、1階2階は子育て支援センターの機能を備えた教北子ども園が、3階には市民活動の場所である教北交流施設と、中小企業支援のための企業 OB 人材センターが、そして4階には四日市市子ども子育て交流プラザが設置されています。教北交流会館は子どもたちの元気な声が響く施設です。さて4階にやってきました。4階は子ども子育て交流プラザという場所になっているんですけれど、今日はここに森市長が来ているというんです。こんにちは。どちらに市長いらっしゃるんですかね。ここは多目的ホールです。遊び場ですね。市長いらっしゃいました。森市長、岡村さんこんにちは。市長遊んでらっしゃいますね、はい、楽しそうですね。楽しいよね楽しいよね楽しいよね。市長もお子さんいらっしゃいますよね。はい、9歳と7歳と、2月に生まれた子がいますね。どうですか、親としてこういう場所。いやいいですね。なかなかね、家でこんな広いところでね遊べることないんで、家の中でね、これたくさんこう遊び道具も揃ってますし、滑り台とか、はい、手を動かして遊ぶおもちゃがあったりとか、はい、そしてここ畳なので、畳いいです ね裸足でお子さんも自由に遊べますよね、はい、なんかマットなんですよね。そう、これ何でもできますね。そうですね、飛び込んでいきます飛び込んでいきます ねでもそうやってお子さんが楽しめるスペースって、はい、親も笑顔になりますから、はい、そしてこの奥なんですけど、この手前のキッズスペースから奥を見ると運動できる広いスペースも、あ、これ使えるんですよね。市長みたいに3人ぐらいお子さんいたら、はい、ここにみんな連れてくれば、確かに3人とも見ながら、小さい子供はこっちでね、大きい子供は向こうで遊ばしてね、両方と見れるっていうね、いい場所になってますよね。いい場所ですね。四日市市子ども子育て交流プラザは18歳未満の人と子育てに関わる人のための施設です。ほぼ毎日のようにイベントが開かれていて、この日は1歳のお子さんを対象にした遊び広場でした。保育士さんによる触れ合い遊びはいつも人気だそうです。お昼にはクッキングルームが保護者の皆さんの交流の場になります。
ティックにした方が食べやすいかもと思って。お弁当を持ち込んでお話ししながらの食事タイム。大きな窓から景色を眺めるのもいいですね。綺麗だし清潔感もあるし、でスタッフさんも本当に顔見知りの方もいらっしゃるし、やっぱりそうだね、電子レンジあるのもすごく助かるし、うん、気に入ってます。先生たちがとっても優しいんでね、ゆんちゃんね、先生いいもんね優しくしてもらうし、施設もすごい綺麗ですし、イベントとかしてるので土日とかに、あと下に子育て支援センターも一緒になってるので、もうちょっとちっちゃい時に0歳とかの時はね、そっちの方がよく利用してたんで。家にずっといると、まあ、ちょっとストレスとかもあったりとかするので、こういうところに来て、まあ、ちょっと悩みこう相談とかしたりとか、まあ、笑える時間があるってすごいいいなと思う。当日事務室で受付をすれば、四日市市内はもちろん市外の人でも利用できます。年末年始以外は晴れでも雨でも開館しているというのも嬉しいですよね。あ、市長は今度誰かと話してますね。市長、はい、どなたと話してるんですか？子育てコンシェルジュの相田さんです。あ、相田さん、よろしくお願いします。一緒にお話ししてもいいですか？はい、子育てコンシェルジュって伺いましたが、どんなお仕事をしてるんですか？そうですね、今年度平成30年から、子育てコンシェルジュというものが始まったんですけれども、ここでは、子育てをしているお家の方の相談を聞いたりとか、遊びとか年齢別にやっている支援センターの紹介とかをしています。初めてお子さんを持つ方が多いんですけど、発達のこと、あとは発育のこと、あと歯を磨いたりとか、生活習慣のお悩みが多いですね。市長もやっぱり初めての子育てって悩みはありましたか？そうですね、もうだいぶ前になりますけどね、初めては。やっぱり例えば子供の好き嫌いとかですね、やっぱり子供ってあるじゃないですか。で、全然食べなかったりとか嫌いなものは、それをまあどういうふうにこうね、食べさせていくのかとか結構悩みましたけどね。その家庭のちょっとした悩み事も聞いてもらえるんですか？そうですね、見た目でやっぱり食べない子が多いので、やっぱりその例えば人参さんだったらハートの形にしてみたりとか、うん、まあ、一緒に包丁を持てる年齢になれば一緒に切ったりとか、家庭菜園してみたりとか、ちょっとお野菜とかに触れる機会を多くしてから、うん、食べるところにステップアップしていくっていう感じでちょっとお話はさせてもらったりはしてるんですけど、やっぱ興味を持たないと食べないですよね、なかなか。相田さん、子育てコンシェルジュとして、はい、この地域がどんな風になってくれたらいいなって願いを持ってらっしゃるんですか？はい、そうですね、四日市って結構こう転勤されてきて住まわれている方が多いんですよね。なのでどこか遊びたいなって思った時にプラザを思い出してもらって、プラザに行けばコンシェルジュがいてっていう感じで来てもらう。でそこで、まあ、ここに来て、お家の人同士交流を深めたりとか、地域の方、地域の行事に参加してもらって、こう輪を広げていきたいなと思っています。市長、嬉しい声ですね。いや、嬉しいですね。こう相田さんを目的に子育て交流プラザに来るっていうのもありますよね。でそこでまた出会った、お友達とね、仲良くなったりとかね、そうですね、いいですね。なってくれるといいですけど。四日市市子ども子育て交流プラザには毎週水曜日から日曜日午前9時から午後4時まで子育てコンシェルジュが常駐しています。もちろん秘密厳守、場合によっては個室で相談に応じてくれるそうです。四日市市子ども子育て交流プラザはみんなで遊び、学び、交流できる施設です。運営スタッフの長尾和之さんに案内してもらいました。この亀めちゃめちゃうまいじゃないですか。そうですね、実はこの亀職員が作った。職員ですか？ただその周りにあるような作品というのは子どもたちが作ってますので。そうなんですね、はい、この作品もたくさん見ていただければと思います。自由ですね。そうですね、この施設としてはやっぱり子どもたちの自由度を
求めていきたいなと思ってます。もちろんいけないことはいけないと言いますが、しっかりと子どもたちの自由で楽しく遊べる場所としてこのプラザは運営されています。あ、こちらは何ですか。こちらもすごいですね。そうですね、こちらは9月に行われた星座を作ろうという、まあ、イベントで作った大きな作品になります。子どもたちのなんか思いがね、こう伝わってきますよね。ひしひしと本当楽しんでるなっていうのが分かります。パワーがある絵ですよこれ。この先にも手を動かして楽しむ場所があることなので、はい、それでは続いて工作室になります。工作室ですね、はい、ここではものづくりのイベントをする部屋になってます。今日はうちのカッパ先生にいろいろ教えてもらおうと思います。こんにちは。今日はくるくるペーパートンボっていうのを作ります。一度見本があるのでどうやって遊ぶのか見せますね。上にこう持ち上げていただいてパッと手を離します。カッパ先生が教えてくれたのは子ども子育て交流プラザで紹介されている工作です。脇のところも切ってください。切りました。切れましたか。森市長も私岡村もついつい熱中してしまいました。こうして年代を問わず発想を広げながら楽しめる工作っていいですね。長尾さんによると四日市で子育てができてよかったと思ってもらえる施設でありたいと願っているそうです。子どもたちが自由に遊べて、そして子どもたちが作り上げていく、もちろん大人としての目はありますが、子どもたちがルールを作っていけるように、そして大人が決めたルールでも子どもたちが意見できるように、そしてそれがどんどん変えていけるような施設を目指していきたいなと思ってます。でも子どもたちが市長自分たちでルールを決めたっていうことは、はい、やっぱり守ろうという意識も子どもたちに生まれますよね。そうですね、もう自分たちの施設なんだっていう子どもがね強い意志を持ってもらったらどんどんいい施設になりますよね。本当に四日市のみならず多くの方々がこの施設に集まっていただいて、子育ての施設として、そして子育てしやすい四日市のイメージがここからどんどん発信できるような施設にしていきたいと思います。せーの、よいしょ。四日市市では6歳児までの医療費の窓口無料化を導入するなど子育てに関する施策を充実させてきました。そしてこれからも市民の皆さんの声を聞きながら、子育てするなら四日市を根付かせたいと考えています。さあ市長、この施設利用してみていかがでしたか。いやもう本当にたくさんの子どもの思いが詰まった施設で、子どものための本当に子どもが作る施設だなっていうことを改めて感じましたね。利用者さんの声を聞いてみてはいかがでしたか。お母さんたちもですね、本当に悩んでる方は本当に悩んでるなって思いました。やはりこういう駆け込み寺でもあるし、子どもにとっての本当に、憩いの場でもある。本当にこの子ども子育て交流プラザっていうのはお子様から子育て世代まで広い世代にこう利用していただける施設なんだなっていうのを改めて思いました。そうですね、でまだまだ紹介しきれていない部分もあるんですけれども、市長ここでまとめの一言お願いします。はい、私四日市市長は子育てするなら四日市、子どもそして子育て世代から選ばれるまちづくりを実行していきます。今月は森市長と私岡村が四日市市東新町にある京北交流会館内四日市市子ども子育て交流プラザをリポートしました。ぜひ皆さん利用してください。みんな行くよ。1、2、3、四日市。子ども子育て交流プラザには授乳スペースがあります。おむつ替えもできますので、乳幼児のお子さんが見える方も安心して利用できます。子ども子育て交流プラザの工作室と図書室の机と椅子は三重県産のヒノキが使用されています。角が丸くなっているなど優しい作りです。子ども子育て交流プラザの1階下は企業 OB 人材センターがあります。中小企業やベンチャー企業への支援のほか、小中学生を対象にしたものづくり講座や出前講座を開いています。5月は26日土曜日、ものづくり講座があります。